ネイル歴74日 2.5 ヶ月になった娘ですが、前回基本動画2を撮った次の日の練習から急にネイル自体の雰囲気が変わりまして、まだまだ初心者の域は出ていないながらも成長が遅いと言っていた言葉を取り戻すがごとくの勢いですね。すごく一気に急成長しました。前々回の基礎動画1では練習を始めて2ヶ月、初めての5本デザインでした。一つ一つの練習がいい加減で手直しもあってまだだなぁという感じでした。続いて前回した基礎デザイン2ですが、このデザインを練習していた時も成長が遅いけど、まあ勉強の仕方がまだ分かってないみたいだからしょうがないな、ゆっくりでも確実にと思っていたのですが、私自身今まで教えてきた子で、教えた次の日に教えたその部分が一気に上達してて、その部分に関しては教えることがないというのは上達が早い子では何回かあるのですが、今回のような教えた部分と関係なくネイル全体が前日までと全く違う雰囲気の仕上がりになると、こんなこともあるんですね。理由がはっきり分かっているわけではありませんが、私なりの考え方では勉強の仕方が分かっていなかったのが原因で、練習してきたことがつながっていなかったのかなというのと、2つ目のデザインをした時に本人は気づいていないんですが、ジェルに慣れてきているのと言われたことでこうやり方を変えたことで、ドジェルの扱い方のコツがリンクして急にジェルの扱いが上達したんじゃないかなと、そんな風に思いました。一晩で仕上がりの雰囲気がここまで変わった子を見たことがなかったので、ズルでもしてるんじゃないかなと思っちゃったりもしましたが、こうなってくると次のデザインも楽しみですね。